せんとくん通信のコーナーです。今日は前回に続き県内39市町村の自慢を紹介します。今回はこちら川上村の自慢です。3年ぶりに開かれた村を挙げてのお祭りで村の宝を探します。私は今川上村に来ています。今日はここで山幸彦祭りが開かれています。ご覧ください、たくさんのテントが出ていてなんだか賑やかですよね。山幸彦祭りは村内の機関や団体が一堂に集まり秋の一日を楽しんでもらおうと開かれています。新型コロナの影響で今年は3年ぶりの開催。会場には村民はもとより村にゆかりのある人などが集まりました。そして多彩なブースがこの祭りの魅力。人口1255人の村の魅力のすべてがこの会場に集まっています。ということでこの山幸彦祭りで村の自慢を探したいと思います。皆さん見てください、早速こちらに何かありますよ。これとかノートカバーですって、すごいおしゃれじゃないですか。こちらはどういったものを置かれているんですか。こちらね、川上村の杉とかヒノキで作ったね、木製雑貨現物販売です。そうなんですか、はい、めちゃくちゃ綺麗ですよこれとか、まあ、自然のもんなんで ね、あの2つとして同じものはないんですけどね、はい、泊まりでねちょっと割り箸体験はさせてもてるんですけれども、はい、杉のねちょっと細く切った、まあ、角材をねこういうカンナで削っていただいて自分の好みの太さにしていただきます。あ、まあ、前端ということで、はい、自分でしていただいたら愛着もひとしおやと思いますんで。このブースを開いている団体の一つが吉野川上社中です。川上村と村の林業関係4団体が一体となって2015年に設立した組織で、木材の生産から製材、加工、流通、そして販売までを一貫して行うことで質の高い吉野杉や吉野ヒノキの安定供給などにつなげています。できました、マイお箸。このねマスク越しでもこの吉野杉の木のいい香りがしてくるんですよね。で改めましてこの川上社中ってどういった取り組みをされていらっしゃるんですか。吉野林業ってね今から500年前から始まった多分日本で一番古い林業、それを今途絶えさすことなく次の500年まで続ける、まあ、それを目指して今一生懸命頑張っているところです。例えばねこれは今こういうペンケースですけども、本来の使い方はね内装用のあの壁紙なんですよ。今までそういうようにうちの杉で使われたことがなかったので、こういうような使い方していただくとでっかい商業施設とかにも使っていただけますので、今まで使われなかったような建築のところにも使っていただけるとか、そういうような商品の方もいろいろ鋭意開発しております。まさに川上村の自慢ですね。そうですね。そして次に訪れたのはこちらです。こちらのテント、川上源流ツーリズムホテル杉の湯匠の村と。匠の村は川上村にあるアートで川上村の魅力を発信するそういった施設になってます。僕はそこで職員として活動してて、でさらにあの川上村の写真を撮影したりとかして写真家としても活動しています。土戸武さんは2017年に川上村に家族で移住。川上村の住民などを題材に創作活動を行う写真家です。暮らしの中で出会ったあの林業の友達なんですけど、彼はねあの僕とちょうど同じ年 で、はい、で名前も下の名前もたけしって言って、はい、同じたけしなんですよ。あ、そうなんですね。片道3時間ぐらい山の中一緒に歩いて撮影をさせていただいた写真になります。でもなんかこう川上村の雰囲気がしっかりと出ていますよね。そうです ね、川上村あの吉野杉発祥の地でもありますんで、そういったあの継承されている林業っていうのをどうしても写真で残したくて、であの彼について作品を撮影させていただきました。またカフェを一緒に出店している川上源流ツーリズムとは。川上源流ツーリズムってどういった取り組みなんですか。はい、
村の村民さんたちがガイドの主役になっていただいて、いろんなエコツーリズムを作っています。10月1日であれば、昆虫に詳しい小山さんと一緒にガを調べようだとか、中山夜のお月見と流星群の鑑賞会、それからパックラフトで湖を楽しんでいただくとか、川上村の星空観察会、全国的に見ても星を見る条件としてはトップクラスだと思っています。僕は大阪から移住してきたものなんですけども、やっぱり青さが違うなっていうのをまず村に来て大地に感じました。村の面積の 95% が森林なんですけど、その木々の力によって空気が浄化されている、そういう力もありますし、村の村内の中の明かりが少ないというのは非常に星空観察の条件としてはいいと。村の文化祭から始まったこの山幸彦祭り、3年ぶりの開催ということですが、まさに川上村自慢の宝石箱や、本当に自慢がたくさん詰まった宝石箱でしたけれども、芸術だったりとか林業、そして観光、いろいろ楽しめる本当に村の、ね、自然を生かしたお祭りでしたよね。こちら順番にこれが林業と観光とアートにも触れることができるんですよね。私も川上村に行ってみたいなと感じました。さて次回の千都くん通信は奈良の古墳を訪ねてです。千都くん通信でした。